オクルス号オクルス号は、オクルスが2018年に発売した、スタンドアローン型のバーチャルリアリティ向けヘッドマウントディスプレイ。他社の VR ヘッドマウントディスプレイよりも低価格で販売している。従来の VR ヘッドマウントディスプレイと違い、PC やスマートフォンとの接続を必要とせず、オクルス号単体で VR が楽しめる。 2018年5月に発売。パソコンや接続ケーブルが不要で、気軽にバーチャルリアリティの世界に入ることを主眼に置いた、単独動作の VR ヘッドセットのエントリーモデル。ヘッドセットのストラップは柔軟な調節が可能で、フィット感を重視して作られた。また、通気性に優れた素材で構成される。最高級の品質を誇るレンズを採用。 ヘッドセットの耳の部分にスピーカーを内蔵し、臨場感のあるサウンドを提供する。セット内容は、VR ヘッドセット、コントローラー、メガネスペーサー。同社のギア VR のアプリを互換があり、ゲーム、ソーシャルアプリ、360度動画等、1000本以上のコンテンツがある。モデルは、記憶容量による2種類。 2018年6月6日時点で 32GB23,800 円、64GB29,800 円。ありがとうございます。